クライス・ディートリヒ・クライスはドイツの軍人。最終階級はドイツ国防軍中将。ノルマンディの戦いで戦死した。シュトットガルトに生まれる。1909年3月、第126、バーデン大公、フリードリヒ不評連隊に士官候補生として入営。少尉の時、第一次世界大戦が勃発、西部戦線で従軍した。最初は、 小隊長、後連隊参謀や大隊長を務めた。1915年6月に中尉に昇進。1918年7月に大位に昇進した。戦後もバイマル共和国軍に残る。バイマル共和国軍では、様々な部隊の中隊長を経て、1925年から1928年までドレスデン布評学校教官。 1931年5月に少佐に昇進し、ベルリンの国防省に転属となった。1935年に中佐に昇進し、故郷ビュルテンベルクの部隊で大隊長に転じる。1937年3月、大佐に昇進し、同年10月にハンブルクの不評第90連隊長に任命された。第二次世界大戦では、1939年のポーランド侵攻に、 連隊長として従軍。ついで西方電撃戦の準備のため、ドイツに移動となった。1940年5月から第20不評師団の一部として、オランダ及びフランス侵攻に従事。1941年2月、少々に昇進。翌月短期間相当予備となる。1941年7月、第168不評師団長に就任し、東部戦線で戦う。 ハリコフの戦いでの師団式を称され、騎士鉄十字章を受賞した。1942年10月に中将に昇進。1943年4月、新設の第355不評師団長に補えされるが、同師団は、マレファ近郊の戦闘で赤軍に撃破され11月に、い組みされた。1943年11月、フランス北部に駐屯する新設の、 第352不評師団長に任命された。兵員7400名の同士団は、他の6個師団と共に、ノルマンディに上陸した連合軍を迎え撃ち、オマハビーチとゴールドビーチの守備を担当していた。アドルフ・ヒトラーによる海岸での死死命令を無視して、部隊を 20km 後退した防衛線に後退させ、数週間にわたり、連合軍の進撃を防ぐことに成功した。 しかし8月2日に重症を負い、6日に三郎近郊で死亡した。死後の8月11日に白陽付き士鉄十字章を授与された。ありがとうございます。